おはにゃん、もふ組の妹です。我が家のキャットタワーは購入から2年半経ちます。爪研ぎがとってもボロボロなので、節約のため私とお母さんで爪研ぎの交換にチャレンジしました。購入した時の動画もよかったら見てください。子猫時代のパフちゃんがとっても可愛いです。2年半使用したキャットタワーがこちら。ひどくボロボロで麻紐がちぎれています。竹みたい。上もこんな感じでボロボロです。それでは頑張ります。用意したのは太さ6ミリ、長さ20メートルの綿のロープ。綿ロープだとゴミが出にくいようです。早速ほどきます。グミちゃんが最後の爪研ぎを。外した金具はまた使います。ここまではかなりスムーズ。布部分もきれいにカットします。巻き始めにここを金具で留めます。この作業がかなり手間取って、すごく時間がかかって大変でした。やっと巻けます。ここは楽勝。グミちゃんも気になる。ポシちゃんは何も気にならず、この様子で大あくび。負けてきましたよ。いい感じ。破れたところはさっきの切れ端をペタッと。やっと一つ完成。留め具がやっぱり大変で90分もかかりました。グミちゃんが早速爪研ぎをしています。別の日、もう片方を巻きます。やっぱりパフちゃんは興味ないみたい。難所の金具留めはコツをつかんだので割とスムーズに進みました。どうでしょう。ずいぶん綺麗な見た目に大変身。麻紐でも綿ロープでもどっちでも爪研ぎをしています。これからも動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。それではバイバーイ。